その社長さんなんか呪われてる感じするよな、うん、それか呪いかけてんじゃん、うん、どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元火葬場職員の池田花男です。そして台湾怪談家の直樹です。よろしくお願いします。お願いします。引き続きこれからも台湾怪談家として来るんじゃん日本に。いやだって直樹さんぐらいしか知らない、俺らも活動して。いや知らんな。 おられます多分お好きな方がものすごくいらっしゃってると思うんです、ね、でもなんか雰囲気的には怪談って言ったら台湾の人なんか引いてたけどな、うん、あそう、ちょっと怖いみたいな。そう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 、結構なんかそんな感じやったんですけど、でこれ、うん、さっきちょっとこれ見してもらってん、これ中国版、台湾版のやつ、うん、で見してもらってさ、これなんとなくわかんねんな、書いてることが。まあ、漢字は親しみがあるからな。うん、そうそうそう。で、でまあ面白いなと思ってたんやけど、うん、擬音語あるやん。うわーとか、バキーとか。バキーとか、こう、はい、そういうこれさ、五五。これ、あ、これ日本語やで、これ。五五って。え？これは通じるんですか？うん、通じると思います。まあ、通じるまんまで、うん、まあ、アニメの影響でもあるんですけどね、これです。ああ、ああ、ジョジョ。ジョジョ、ジョジョやっぱ人気なんですか？やっぱ人気ですよね。なんかジョジョ展はもう台湾ではいろんなイベントが開催されてて、一応その中国のちゃんとこう擬音語みたいなのあるんですね、うん、でもそこまで多くはないんで、うん、まあ確かに擬音あれやな、カットしにくいような漫画だから。そうやな、うん、入って持てっていうのと、あともう一個思ったのがこれ表紙、うん、そのまま表紙 ないねほら、これで終わり。あ、その一応日本版もまあこうあんねんけど、あるよな、こう挟んでるよな。そうやね、ほら、こういう感じじゃないのよ。何？それは竹書房が予算削ったってこと？そういうこと。言うてへん。これ竹書房予算削っとるな。削っとるな、これ。S 党さんに言わなかったな。うん、まあっていうちょっとね、こう違いがあって、なんかちょっと面白かったの。おもろいですね。あとね、若干ね、厚みも違うね。なんでこの厚みが違うの？多分紙自体が薄ペラにしてた。予算削ってる。言ってへん。そこまで。予算削ってんな。あ、そうですか。はい。まあ、ちょっとまだちょっと2回目ですけれども、はい、聞きたいですよね。うん、台湾の怪談はちょっといいですか。いや、もうぜひ、はい、日本の怪談が特にやっぱちょっと好きになってましたから、うん、まあ、日本の、いろんな怪談師の方たちと、だいぶ昔、まあ、コロナ最中で、まあ、日体怪談ナイトとちょっとやってましたんですけど、うん、その中の、よろつきさんとか、軽くコラボしたことがあるんですけども、うんうんうん、それも、一つそちらで語った話をここでも、まあ、おー、ぜひぜひ。この話自体が台湾の VTuber さんから聞いた話です、うん、でその VTuber さんが、まあ、デビューする前には一応私の教え子なんで、日本語の、うん、お仕事で、うん、まあ、そのキャラ設定自体が、まあ、ちょっと病んでる看護師さんなんですよ。なんか日本っぽい。そうですよね。まあ、その子はもう普通に日本語が上手い方で、はい、でなんでこういうキャラ設定なんですかって聞いてたら、うん、まあ、もともと本職は看護師やってたんや。そうですね。で普通に台湾の看護師っていうのが、まあ、まず中学校卒業してから、まあ、専門学校に入り、まあ、最初の2年が学校での授業で、うん、で残りの2年が現場実習みたいな、うん、で終わってから、まあ、本職に入り、うん、っていうことで、うん、で大体そのまあやっぱり病院での怖い話とかやっぱ多いんですよね、うん、でもこういうことよく起こってしまったりとか、まあ、あれはなんか恐怖とか覚えないんですかって聞いてたら、うん、もうちょっとなんか特別な話の方がお好きなんで、ああやっぱ日本は特有の雰囲気、日本の怪談とか、はい、今までもう4年ぐらい の, 看護師の経験の中には特別な話とかありますかって聞いてたら、うん、あ、ちょっと一つお化けとかあんまり関係ない話があるんですよねって、あー、なるほど、どういう話ですかって聞いてたら、あ、それがもう見習いの時に、いわば、まあ、研修生の時に一人の患者さんの話、うん、がよく耳に入ってたので、まあ、名前だけぐらいなんですよ。でなぜかというとちょっと違うなのか、台湾では実習で入院することが普通可能なんですよね。患者さんは、まあ、まあ、K さんという、うん、K さん、そう、と呼びましょう。でその K さんがもうだいぶ前からもう1ヶ月間で1週間くらい実習入院
が必ずするんですね、うんうん、で実習入院もものすごくあの金かかるですし、さすがに政府側から負担してくれてても、まあ、かなりの大金で、しかも1週間日本円で計算すると1ヶ月は、まあ、必ず、まあ、10万ぐらい飛ばしちゃうんですよ、ね、うん、まあ、結構やな、結構。じゃあまあやっぱり社長さんですよねって聞いてたら、ある企業の社長さんだったらしいんですよ、ね、うん、その人が割と結構気さくで、うん、最初は知らなかったんですけど、でまあ仕事の関係でまあ少しだけもう話をちょっと交わし始め、ものすごく気さくな方 で性格も明るいし、もう冗談自体もちょっとだけ若干下ネタもちょっと混ぜてるんですけど、まあ、あんな女の子に不快を感じさせない、うん、割と結構トークが上手い方なんですね、はい、紳士的な、そう、ものすごく紳士的な、うん、我々とは全く全く一緒やな、全く一緒やな、まあそういうことかな、うん、で結局やっぱどういう症状で、うん、なんで自主入院するなんて先輩に聞いてたら、うん、あ、なんか1ヶ月で必ず1回ぐらい発症するんですよ、え、どんな病気ですかって聞いてた、うん、で先輩が急に話が止まって、なんでも悪いですよ、えって何でもありっていうか、例えば心筋梗塞という病理器があって、うん、ステージ4のがんとかそういう、うん、みたいな、もうすでに決まった病名があるんだとしたら、あれはまだ普通なんですけど、何でもありってどういうこと、うん、まあ、いわば滑降球とか 急性痙攣とかそういう結構起こったりとか結構するんですけど、あ、まあ、毎月必ず1回発症して、うん、でも、まあ、症状が全部違うんです、うん、最後健康診断の結果的に見ると正常なんですよ、うん、数字自体が全部正常で、だけどもいろんなこう急激な病気で入院、そうです、病院に来ると、うん、毎月必ず、なんかそれ怪しいな、うん、そう、うん、なんでなんだ、まあ少なくてもね、うん、まあ、先輩にその発症する前兆とかあるんですか、うん、ああ、まあ性格変わるんですね、性格が、ああ、でもまあしょっちゅうあるんですよ、まあ、例えば、まあ、急に心筋梗塞をする前には、まあ、ちょっとなんかうーんとちょっと痛くになっちゃって、うん、まあ、もちろん性格自体もなんか急に、まあ、ちょっと無口になるという場合、まあ、ちょっとイライラしたりとか、うん、そうそうそう、体しんどいからな、そう、でもまあちょっとだけ調べといてたら、まあ、いつも4人部屋なんですよ、うん、社長なのに、うん、でウィップ室もちょっと、まあ、多分院長さんもちょっと用意しといてたんですけども、1回も使ったことないんで、それがなぜって聞いてたら、うん、ああ、いや私はね、まあ、やっぱまあ、友達が作りたいだから、うん、だから4人部屋の方がやっぱ楽なんですよと返事が来てました、うん、あ、分かりました、まあ、一応病看護師はシフト制、まあ、台湾では、うん、である日 の、まあ、その上等深夜勤の当直の際に、うん、でナースステーションで普通にいろんな患者さんの病歴をまとまってる最中で、結局スーッと K さんの姿がナースステーションの方に通り過ぎてます、うんうん、まあ、深夜なのに、まあ、実際台風の深夜でも普通にあの患者さん の口頭自体は生検をかけてたんですけど、うん、あ、Kさん大丈夫ですか、うん、って話しかけてたら、うん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 って感じでスーッと自分の部屋の方に入ってたんですね、うん、あ、もしかして発症しよう、まあ、多分もうこれから発症するんじゃないですかって思ってたら、ナスコルが入ってきてたんですよ、ああ来たか、うん、分かりました、まあ、とりあえず、まあ、懐中電灯持ってで病室の方に、まあ、入ってたんですよ、扉パッと開けて、でその警員さんが4人部屋のど真ん中の方にひざまずいて手合わせて、うーんということで、なんか普通にお経を唱えてる様子に見えてるんです、じゃあナスコル、一応警員さんは多分入ってからずっとこういう構え、もうずっとこう構えてるんですから、じゃあナスコルが誰が押してたんですって聞いてたら、あ、ちょっと一個隣のおっさんが押してたんですよ、うん、え、何かあったんですかって言って聞いてたら、うん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 、もう基本もう何も答えずにずっとこう指さしながらって、で急にふーって隣のベッド、まあ、いわば今朝のベッドの方に指さしてたんですよね、うん、パッとそのカーテンを開けてみてたら、ベッドの上にこのぐらいの手紙、うん、あ、まあ、手紙ってのが紙ね、うん、でずっとなんかいろんな文字が書いてるんですよ、多分お経だと思うんですけど、一応台湾は漢字なんで、うん、お経だと言われた時も基本漢字で書くんですよ、うん、見たこともない字、うん、いやサンスクリットじゃないの、うん、でただ台湾でもサンスクリットも多少まあ多分宗教系の話も扱われてるんだから、うん、サンスクリットでもない、へーっていう字と思ってたんで、で結局それ紙をちょっと見た瞬間にパッと K がもう頭がそのまま床の方にバンと叩いて、でそのまま気絶してたんです、まあ、すぐ当直医の方に呼んで、まあ、CT の方に運んで、で最後 ICU の方に入れたんですよね、
その日はもうそのまま終わってたんですけど、翌日にでまた新薬期の方に、まあ、出勤してたら、まあ、K さんは本当に何事も起こったことのない様子で話しかけたんです、うん、あすいません、あの昨日ちょっと迷惑かけましたんですねって言われた、うん、あ大丈夫ですか、本当に何かありましたって、いやもう1ヶ月、まあ、必ず 1回くらい発症するから、うんうん、まあ大丈夫でしょう、もう慣れてたからねって、こういう妙な患者さんがちょっと言ってたんです、うん、でその話をちょっと聞いた後にちょっと気になることがあるんですよ、私が、うん、4人部屋でしょうね、うん、はじゃあその4人部屋のもう2部屋が、うん、その患者さんが何の反応もないんですかって聞いてた、うんうん、まあ、あの2つのベッドがとりあえず一応空いてるんで誰にもあの患者さんはいなかったんですよ、それがいわば結局その隣のベッドのおっさんしかいないんですか、うん、2人だけだったね、そう2人だけでしょうね、うんうん、って聞いてたら、いやあれは相次ぎちょっと亡くなられたんですね、へえ、どのぐらいのことですかねってで聞いてみてたら、うん、あじゃあちょっと一回調べときますね、バババッとすぐ、うんうん、ああ譲渡 K さんが入院した後にその2人が亡くなられた、ええ、もともと4人おったのに K さんが入ったことによって2人死んでるの、死んでますね、ちょっと思いついたのが、じゃあそのナースコールを押したおっさんは、うんうん、最後どうなるんですか、まあ、ちゃんと、うん、あの体調回復しても退院してましたって K さんが退院した後にすぐ亡くなられてたんですよ、うん、全員死んだ、重病の患者ではないで、ね、ではないんですね、あら、あの本当に詳しくは聞いてなかったんですけれども、うん、まあ、病院っていうのがいわばまあ入院してほぼかい、まあ、すぐ回復してで退院するの方がそういう回率がやっぱ高いから台湾では、うん、ちょっと不気味があるんですよ、なんかだからその社長さんなんか呪われてる感じするよな、うん、それか呪いかけてんじゃん、逆に、うん、殺していってんじゃん、そうで、それの呪詛返しちょっと食らいつつも、あなるほどな、だから、うん、月に1回そうそうそう、何の活動いやよこれいいけど、普通にあの国の話が聞いた時にもしかしてあの台湾では昔、まあ、高等経済成長期のものがあるんですけれども、うんうん、でもやっぱ金はいくらあっててもやっぱ足りないんじゃないですか、その時期ぐらいの台湾人が、うん、まあ、割と東南アジアの柔術をあ、まあ、ちょっと投入して、うん、とりあえず代金をもうちょっと稼げるようにで、うん、いろいろ柔術をちょっとやってたんですけど、うん、で結局、まあ、その中には私が知ってる限り自分の寿命を削ってお金を入れるという呪術があってたんですよね、はいはいはい、まあ、タイかベトナムなのか、まあ、タイさやな、そっちっぽいな、うん、まあさすがに寿命が削られたとしたら金があってても、まあ、やっぱ使えなくなっちゃうの で、うん、で別の方法でこの呪いを分散するっていう、うんうん、それか人の寿命を削って自分にそうやってた、だから4人部屋にしてくれみたいな、お金があっても寿命は変えられへんもんね、うん、そうで多少自分もやっぱ食らうんじゃんで月に1回食るけど、でもちょうどまた4人部屋でまた人殺していくみたいな、なんか面白い話だね、ありがとうございます、呪術の話や、呪術や、多分呪術の話だと思います、はあ、確かにお化けの話ではないけど、うん、ないですね、へえ、面白い、ありがとうございます、まあ、また台湾も行きましょう、行きましょう、ぜひ台湾に、もうな、小籠包めちゃくちゃうまいやっぱちゃう、あのな、ちゃうぞ、ちゃう、もうな、皮がもう薄いね、そう、で直樹さん教えてもらったんやけど、あのお箸でまずこう皮を割って、うん、スープをいただいてから食べるそうですね、うん、うまかったよ、台湾小籠包のその美味しがとか、だいたい台湾人が一発ですぐ見分けすることができるんですよね、あ、そうそう、うん、僕ももう、今はもう見ただけでわかる、マジでこれはうまい小籠包やなってのが分かる、めっちゃ間違えてたもんまあ実際あの小籠包の上の塩のマイズでね、あの、まあ、なるべくちょっと多めな感じで作ってればあの皮が薄くになっちゃいますの でそうすると、まあ、あの蒸す時には中の肉汁がちゃんと皮の分までちゃんと染み込まれるんで、まあ、ぜひ台湾の方で食べてみてください、そうシワが多い方がいいんですよね、そんなに薄いという証拠らしいんで、なるほど、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、対談最強に決定、ありがとう、おめでとうございます、おめでとうございます、山井優さんです、下田花穂さんです、